現在旭川で降っている雪は服に染み込むようなベタ雪となっています。冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、朝から雪が降っている旭川市内。ベタベタの雪だよね。この程度じゃ大した気にならない。午前11時までの積雪は層雲峡で25センチ、上川で20センチ、朱鞠内で19センチとなっていて、道北を中心に今日以降、根雪になる見通しです。明日にかけて雪や風が強い状態が続く見込みで、路面状況の悪化や吹雪による視界不良には注意が必要です。